こんにちは、エルビアン TV。 エルビアン TV のベイアンとユです。今日はなんとアバウトガールズさんにお越しいただきました。イエーイ。あなたのハートを10個抱っこ、アバウトガールズです。初めまして。どうも。今日はこの4人で女子会をしたいと思います。なんで女子会？いや、そう、本当に思ったの。もっと早く言ってくれたらすね毛剃ってきたのに。いや、すごいよ、ね、すごいよ。すごいよ。女子会とかね、やめてほしいよね。エルビアン TV。 乾杯。乾杯。乾杯。ガールズトークをね、していきたいと思うんですけれども、どうだったね、恋愛系のね、話をしたいなと。いや、めちゃくちゃ聞きたい。うん、本当ですか？私たちは全然興味ないけど大丈夫。逆に逆に。ビビちゃんからちょっとね、恋愛歴を軽くお話ししていただいてもいいですか？恋愛歴、一番最初に付き合ったのは女の子だった。あ、うんうんうん。その後に、3人付き合って、今3人目の彼氏がいます。って感じ。今までで3人、うん、女の子入れたら4人になる。女の子入れて4人。え、うん、予想より少ないですか？いや、私もそう。あ、そう。思いのほか少ないよね。うん、もっとブイブイ言わせてしまうね。あのやることはやってる。あ、だから経験人数はすごい。そっかそっか。あ、でもこんな感じってことですよね。付き合った人数と。そう、付き合うハードルが高い。高い。すっごい、もうすんごい慎重になっちゃう、そこはね。うん、そこはね。うん、タイプ聞きたいです。タイプは、かっこよすぎない人、普通のそこら辺に歩いてる人が好き。うん、だからジャニーズ系とかが逆に綺麗すぎちゃって苦手。なんだろうね。なんていうの、だから、あの芸能人とかで例えたら分かるかな、加瀬亮さんとかでしょ。そうちょっと普通っぽい感じの。あー、はいはいはい、絶対分かってない。絶対分かってない。ゆうちゃん分かったけど。そうだよね。確かに。ねえ、顔に出やすいわ。全然分かんないって顔した後に、うん。私は見逃さなかったよ。どのぐらいなんですか？もう4年。長い。長い。アリスちゃんは？私は今は彼氏はいないんですけど、恋愛のあれ、は初めても最初からも男の子でした。付き合ったのが、そう。ただ東京に出てきてから初めてできたので、割と遅かったんですよ。19歳で初めて。半年前に4人目の人と別れました。4年半付き合ってて、そうなの。4年半同棲してた彼と半年前に終わっちゃって。でもただの男の子じゃないね。あの逆転カップルで、だから私は、男性が女性のみんなで今生活してて、で彼は、元女性が男性の FTM とかです。うん、でも何で終わっちゃったんですか？は、まあ、レス。あ、うん、ちょっとレスで。そうなんですよ。難しいよね、レスはね。そうなんですよ、どうしても。で、私の場合はもうごめんなさい、これを取っちゃってるので性欲があんまなくなるんですよね。そうなの。なんだけど、相手の方は今度男性ホルモン打ってる側なので、性欲がどんどん上がってくるんですよ。だからそれがなんか反比例しちゃって、お互いの性欲がずれが生じちゃって。セクシャリティの話聞いていいですか？はい。リピちゃんは？私はゲイ。趣味で女装してる。趣味女。普段はもうこういう女の子の格好はしてないんですよ。で、アリスちゃんは？私はもうこのままで生活してます。え、付き合ってどんぐらいなの？2年。うーん、まだラブラブだね。え、同棲始めたのが2年です。あ、もうじゃあ最初からちょっと引くぐらいから。あ、そうなんじゃ。そっか。さっきレスの話。はい。同棲したらやっぱそれこう加速しません？そうなの。だから形がやっぱりその恋愛してるものからちょっとやっぱ家族的なパートナー、パートナーにやっぱなっちゃうから、あの落ち着く相手でね、お互いが落ち着くもの同士にはなるんだけれども、ただやっぱどうしたってもドキドキとかはね、減ってきちゃったりとかするから、やっぱりメリットとメリットありますよね、同棲ってね。すごいある。うん、水辺の友達っていないの？いないのよ。仲良くなれないのよ。いや、そう、嫌いなの。うちらじゃん、それ。怖い怖い。うちらっていうのも、私たち、ほとんどそのレズビアンの知り合いが一緒なんだよね。一緒なの、共通の。ちょっとこう残念な感じのレズビアンの方と会ってきたかな。癖が強かった。今までこうお会いしてきたレズビアンの方たち、特に立ち側が結構癖が強くて、余計なこと言ったりとか、なんかちょっと無神経の方が多いのよ。それでいいイメージがなんかあんまなくて。ゆうちゃんは全然そんなことないんだけど、ないの。お酒飲むときとかにさ、イエーイ飲んでるかとか言いました。
生きてるのに出会ってきたのよ、うん、今まで革製品多くない？多いよね。そうなの？もしかしてだけどさ、こういう丸眼鏡のサングラス持ってる？それしかかけてないですよ。すごい嫌いになるな。どうしよう。悲しい。中身は。あ、そう、ゆうちゃん好き。ね、好きよね。柔らかい。うん。会う前とかは本当に悪口ずっとドトールで言ってたんだけど、こっちはいいにしてもこっちが絶対めんどくさいよねって言ってたけど、全然お会いしたらね。柔らかくあるし。そうそう、本当に。本当そのノリが来ると思って鼻水出てきちゃった。出会ってきたのも、もともと水商売やった時のお客様とかで、だからすごいでもイメージは変わりました。本当ですか？うん、癖強っ。アクセルって癖強いですね。そうなの、引き寄せちゃうんだよね。どうせ私たちも悪口言われてるしね。そうだね、疲れてないし。どうせだって帰ったら言うでしょ。言わない言わない言わない。足臭かったよね。じゃあ終わりたい。ごめん、マジで臭いの。ベロベロやりすぎて舌腫れてんじゃないの？舌足らず。舌足らずだから。初めて言われた舌足らず。嘘は動画見たとか言ってたよね。ね、このぶりっ子だよね。確かに。これは否めないかも。ぶりっ子なんだよ、私。あ、そうなの？だからベロベロしちゃうのかな。うん。ぶりっ子って？やだ、気持ち悪いね。なんかの動画見て。ハッピーバースデー。やばい、それ。いいよ。ジョナサンあるじゃん。朝方になるとレズビアンカップルすんげえ喧嘩してない、そこ。たまってないのか。嫉妬深いよね。私はヤンデレって言われる方で。ヤンデレ。なんかメンヘラって彼女以外のことでこう執着すると周りを巻き込んで迷惑を受ける人がメンヘラって言われてて、誰に対しても結構メンタル心配されたいとか、いろいろ結構メンタルがブレちゃう人だけど、ヤンデレって恋人にしか出ない。恋人に対してはいろいろ執着したりとか嫉妬深くなったりとか、何かそのメンタルがぶれやすくなることがあるけど、第三者を巻き込むことはほとんどない感じ。似てる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 。ブリッコなとこも全部一緒だな。一緒だね。巻き込まれる。巻き込まれる。何メンヘラやな。やばいやばいやばい。初めて知ったわ、自分がメンヘラ。びっくりした。なんか相談ないの、カップル。あ、そうだ、2年付き合って回数が減っちゃって、やっぱりそこだ。私はそこ結構悩みだった。本当寝てるの？同性同士で付き合ってるとやっぱりしなくなったら友達になっちゃうんじゃないかっていう不安がちょっとあったりする。ルームシェアで友達みたいになっちゃうんじゃないか、気を使わないルームシェア相手みたいな。付き合ってる意味みたいな考え始める人だから。なんか付き合ってるっていうのはそういう行為もするし、友達っぽい部分もあるし恋愛っぽい部分もあるっていうのが結構私の中の根本があるから、しなくなってしまったら求められなくなっちゃう。恋愛対象の女の子として見られなくなってるんじゃないかみたいなのがあったりするんだけど、私はそれをもうどうにもできなかったから振られたっていうか、だから多分元彼がレイちゃん側だったね。そう、まさに今言われたことを言われた。なんかもう付き合ってなくてもいいんじゃないか、もうこの関係だったらっていうので終わっちゃったから。カップルってその主軸となる柱みたいなものが必要で、それが性なのかコミュニケーションなのか命運が分かれると思うのね。でこの性の柱を使いやすい人たちって出会って5回以内にした人たちが多いの。どうだったの？2回目ですね。まあでも5回以内ってことだよね。早かったでしょ。だから性の柱ができちゃってるのね。性の柱ができちゃうとやってくれないと魅力がないんだ私っていう。あ、そう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 、すごい。それはどんどんコミュニケーションを取ってコミュニケーションの柱にしていかなきゃいけなくって、だから言っちゃいけないか分かんないけど、恋はしてるけど愛してはないのね。だからもっともっともう全部を愛するように、セックスだけが全てじゃないみたいな感じに思ってたのがいいんじゃないかしら。まあバランス的にはいいんだけどね。今までは多分そのゆうちゃんの好きなところが好きっていうやり方でやってきたから、そうじゃなくて嫌いなところとかも全部含めて好きにしちゃえばいい、これから。そしたら長続きしてくる。悩みやらないと。イチャイチャしないでよ。ごめんなさい、ごめんなさい。セリが似てんのよ、未来の姿。やばい、そうだよ。ほんと仲いいって言葉、私とも仲良くなれる。
そうだね、うん、そういうことだよね。だから友達に対してとか結構サバサバする部分が多くて、うんうんうん、多分嫌なことも起こったりもしないし、うん、普通にいい友達入れるけど、うん、恋人関係になると自分が出過ぎちゃう、うん、似てる、やっぱりそっくりだ、うん、そう似てる。でも私ゆうちゃんとの方がなんか仲良くなりそうな気がする、うん、私じゃあみんなで仲良くなろう似てない私たち多分なんか動じないでしょ、あんまり、うんうんうん、あんまり感情がこうならないでしょ、そう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 、うん、一緒。じゃあそうだ、すごいね。いやじゃあ LBN TV さんとアバウトガールズはやっぱり似てるんだね、うん、似てる関係性がね、うん、私もこっちが良かったね、あたから見てたらただのバカじゃんだってやだよ、嘘、こっちが過ぎんだよこんな私顔がバカっぽいからかな。いやそうなのよ、うんうん、おでんくんみたいな、あ、そう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 やばい、これ面白いし、ね、おでんくんちゃんがいい、おでんくん、おでんくんやだって卵ちゃんならいいんだびっくりしたわ、かわいい、うん、かわいい、うん、でもすごいやっぱりかわいい2人だから、雰囲気がいいんだ、なんかすごい雰囲気からなんか見ててこっちはすごい幸せをいただきます、ありがとうございます、うん、はい、ということでね、今日はね、いろんなお話をね、させていただいたんですけど、いかがだったでしょうか。アバウトガールズさんの Twitter、Instagram、チャンネルの URL は概要欄に載ってるので、ぜひぜひ覗いてみてください。見てください。はい、私たちもアバウトガールズさんの方で出させていただいてるんで、みんなチェックしてみてね。はい、この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。